そして萩原は本格的な映画俳優としてスクリーンに登場することになる。そもそもの憧れは映画監督だった。助監督として加わった現場で運命の歯車が回る。低予算の作品は主演女優に難航し、決まっていた主演男優も降りてしまった。萩原の提案で当時パリ在住だった岸恵子に出演を打診。この時相手役を聞かれ、間に合わせで萩原の写真を送ったことが俳優デビューにつながった。1972年公開の約束は珠玉の名作となる。うちの兄が非常にその当時マーロン・ブランドだとかジェームス・ディーンが好きだったもんですから、はい、なんか映画をよく連れてって。そうなんです。で映画の方の世界に行きたいなと思ってて。やっぱ映画の方に引き寄せられていくんですね。いや前に出るのが嫌だなと思ってたんです。前に出るのが、じゃあ本当監督、あるいはプロデューサー的な。まあプロデューサーは思ってなかったんですけど、監督だったんですね。監督脚本、そっちの方を勉強したかったんですよ。いやとりあえず僕はバッテリーだとかデフ持って、いや本当にやってたんですよね。やってたんですよ。それで芝居やるわけですから。約束って素晴らしい映画ですね。岸さんも綺麗でしたし、なんていうかこう軽みみたいなものがすごく魅力的だったですよね。いやね、どうしていいか分からなかったんですよ。だって急にやることだったわけですよね。まあキスシーンとか、非常になんか色っぽい感じで。あの人はやっぱり海外でね生活してたから、習慣になってるんですよ。ちょっと僕はびっくりしましたね。だから目開いちゃったんですよね、キスする時。そしたら随分叱られましたよ、監督に。萩原さんの目が開いちゃうんですね。そう、びっくりするんだって。いやその当時ね、石原さん知ってます？ベティちゃんっていう。ベティちゃんって漫画の。漫画のこう、なんかアメリカのですね。キスするとこう目をバッチリ開くでしょ。コンタクトような感じの。言われたんですよ。ベティちゃんじゃねえんだろって。そんな目開くんじゃないって言われて、素振りようがないですよね。約束の演技を高く評価された萩原はすぐにテレビドラマから誘われた。とりわけ太陽にほえろでは設定や脚本にアイデアを出し、忘れがたい印象を残している。鮮烈な殉職シーンも萩原の発案だった。ちなみにテーマ曲はピッグの仲間大野勝雄や井上貴之に依頼したものだ。本当僕なんか小学校ぐらいの時は太陽にほえろは大ブームだった。もう家もそうだし、隣の家もそのまた隣のジャン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 って始まって、やっぱ すごい人気でしたよね。そうですね。であれもね、要するに約束っていう映画がちょっと評価を得て、はい、地上最少年の映画監督が誕生するっていうね、キネマ旬報でね、僕のことをね、なんか誰かが企てたんじゃないかな。でそういった時に「太陽にほえろ」が来たんですよ。でね、また「太陽にほえろ」っていうのはその前の枠が「太陽にほえろ」の前がプロレス中継だったんですよ。古いですね。そうでそれを埋めるっつうんで病人の裕次郎さん気づいたんじゃないかな。それで当時ジャニーズのちょっと不良っぽいのが出てきたってね、コラボさせたら面白いっていうのが某局の狙いだったんじゃないかな。で新生のなんか映画監督になるって言って鼻息荒いのが、でねタイトルで僕が文句言ったんですよ。太陽に吠えろ、で、なんで太陽に吠えなきゃいけないんだ、
ていうかね。狼じゃうまいしさ。狼も吠えないですよね。狼は月か。あの裕次郎さんが太陽族だったんで、太陽に吠えるらしいよ。そうだったんですか。なるほど。でね、音楽がね、なんかね、石原裕次郎さんがジャズ、スタンダードジャズが好きで、スタンダードジャズじゃかなと思って名癖ばっかりつけてたんですよ。嫌だったんですね。嫌だったんですね。でもあの音楽があるとないじゃ太陽に大違いだと思うんですよ。そうですね、はい、やっぱりあの時代にああいったロック乗せたっていうのは、うん、ロックではないですね、歌謡ロックみたいなのを乗せたっていうのは、うん、でも少しブルースのフィーリングも持っていて、ね、なんかやっぱり良かったんじゃないですかね。そうそうね、あの有原さんもそんなこう入り身っていうかその死に方みたいなものってどんな魅力を感じてたんですかね。きちっと形をつけた死に方を考えてくださったんですけれど、うん、あのなんかね、僕がそのそうじゃなくて、あのそんな大げさなもんじゃなくて、ちょっと一つ事件が解決して気を緩んだ時に、うん、死ぬのはどうする、うん、その盛り上がんないで、うん、で実際にそういうふうに殉職している刑事さんもいるんですよね。で、要するにしまって、トップシークレットにしてるものを全部こう警視庁に行って出して、だからプロデューサーはやりにくかったんですよね。でも割とあの頃っていうのはだんだん大量生産で物が作られるようになってきて、例えば時計とか何でも洋服でも何でもそうですけど、それでなんかこう物のなんかその命みたいなものをこう軽いような感じに扱われているような世の中に対するプロテストがあったような、僕は、ああそういった時代でしたね、今までなかった、うん、命の扱い方だなっていう感じもしますよね。でやっぱりボス石原裕次郎さん一緒に仕事してどうでした。やっぱり昔の太陽族がそばにいるって感じでしたよ。でもよく飲みに連れてってもらったって、しましたけど、連れて行かれましたよ。半端じゃない飲み方をしてたんですね。医者に止められてたらしいですけどね。あ、それでも3升ぐらい飲んでました。うん、あの3升萩原さんと大体2人で3升ぐらいです。いや要するにその時代ね、その豪快に酒を飲むのがやはりそのセレブなんですよ。あ、豪快にそう今言ったらね、ワインをちょっととかそういうんじゃない、そういうんじゃないですよ。だから3升ってすごいですね。でね、セレブがドブログ飲むってのはどうかなと思うんですけれどその当時ね、そのジンタンビルの下にね、はい、渋谷の、はい、ドン・キホーテっていうのがあったんですよ。うん、そこでね、あのドブロクを飲ませてくれたんですけど、そこのドブロクはね、防腐剤が入ってるんだよ。あ、たっぷりそうだよ、防腐剤が入っててあんまり飲みすぎるとね、うん、歯医者に行ってこう痺れるのがあるんじゃないですか。はい、で麻酔受けて、そうそう、それが効いてるんですよね。で次の朝ね、二日どころじゃないんですよ。もう立ってるのが精一杯なんですから。でそれは口も回らないような感じ。回らないんですよ。で水飲むとここからピュッと出ちゃうみたいな感じなんですよ。あ、ララって。でボスって言わなきゃいけないのはブスっつって。偉い。だけど周りはハラハラしてるんですけど、裕次郎さんはすごくね、それを見て、あと僕を可愛がってくれました。面白かったですね。1974年萩原健一と気鋭の脚本家市川新一が中心になって構想されたドラマ「傷だらけの天使」がスタート。低予算ながら萩原が指名した水谷豊との共演が功を奏して、今なお語り継がれる伝説となっている。映画界から優れた監督たちを呼び集めたのも萩原本人だった。これは本当最初から深く萩原さんが関わって作ってたっていう思いはやっぱり強いですか。ありましたね、うん、なんかこう、
もうちょっと思う存分ね、うん、アナーキーなものにしたかったんですよ、うん、あの最初 あの冒頭のシーンとかもオープニングですね、あれは本当かっこいいですよね。あのタイトル、うん、おさむがこうむしゃ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 こうトマト食べたりクラッカー食べたり、そうですね、随分皆さんに真似したって聞きますよ、うん、あれはなんか本読んだらあのマルチェル・マストロヤニンとかあり、そうそう、ね、最後のスキャンダルのを見てからかな、うん、マルチェル・マストロヤニンやマストロヤニンがああいうことしてたね、うん、だから普段なんですか、あのいろんなものを見たり聞いたりね、うん、してることがああいったどさくさくだけで何かやんなきゃいけない時っていうのはそういう感性は出るね。ああ、カジバのバカ力から感性みたいな感じ。そうそう、とりあえずね時間がなかったんですよ、あれ。とにかくカメラをさ置く暇がないんだから。うん、だからなんかね、あの映画をあのテレビ見てるとこうやって揺れてて忙しいんだ、とりあえずとりあえず忙しいんだな、手持ちだから。で、あの時衣装があの菊池武雄さんがいたビリー、ええ、であれもやっぱり人気ありましたよね。いや、あれね、本当のことを言うとね、あの当時ね、バーゲンセールがなかったんです。あで、DC っていうかデザイザーで、でね、そのバーゲンをやるのはもう落ち目だっていうことで、うんうん、要するに夢の島で焼いてたわけ。でそれ夢の島で焼いちゃうんだったら俺たちに貸してくんないと。それが元々だったんです。そう、廃棄してると。そう、燃やしてる写真をさ、そんな写真と誰が撮ってたんですか。そ、うん、でそれをね、だからあれはな、面白い、廃棄された洋服なんですよ、うん、実は実は。いや、あれは水谷豊さんもすごく印象的ですよね。あれはあの木崎運転手の明さんの役は違う人だったんですよ。ああ、予定がどうだったんですか。日野翔平さん。あ、日野翔平さん、うん、で翔平さんもね、なんかね、やる、もうやる気満々だったの。うん、ところがね、 NHK で火がついちゃったんで、彼の人気に、うん、あ、タイガー、タイガーでなんかね、2日しかないって、2日じゃ撮れねえなと、で断念したんですよ。で豊さんはもう野放図にスケジュール使えるって。それはありがたい。もう呼べはすぐ出前じゃないけど、すぐ、うん、あのおかしいのはね、あの豊さんが入れ墨をするって、うん、で入れ墨をタトゥーを描くさ、技術者を雇う金がないんです、あの制作品に。それで赤チンでさ、体に描いてたんですか。金魚を赤チンで描くっていうか、もういや、めちゃくちゃだよね。めちゃくちゃですね。タトゥーのつもりって言うんでさ、赤チンでなんかね、金魚描いてるんだと思うよ。で最後もね、おさむが「あきら、お前に女を抱かせてやる」って言ったんだけど、最後グラビアの写真を貼るだけみたいな。だってなんかね、本人はね、市川さんはね、書いてあったんだよ、うん、そのコールガールを連れてくるって言うんだけど、それもなんかね、工藤さんがもう面倒くさいって言うんでね、うん、いちいち選んでる暇がないと、うん、お金もかかるし、うん、それであのプレイボーイのグラビアをね、そう、だからなんか優秀な人間たちがね、私は別としてもそういった監督たちが、うん、カメラマンたちがそのどさくさに紛れるその神がかかった馬力の力ってのは出るんだね。そうなんですね。本当じゃあその場でこう やったことがものすごく受けちゃったりとか するんですね。ただね、お笑いの要するにコンビとちょっと違ってて、うん、すごくね、やってる時は現場シリアスでした。笑わないの、うん、だけど撮ってみた後はおかしいんだよね。うん、だから受けを狙ってやってないことは確かなんですよ。本気なんですね。うん、本気なんですよ。まさしく青春ですね、僕なんか。うん、
一方で奇才と言われた熊代辰巳監督と組んだ映画青春の砂鉄ではキネマ旬報最優秀主演男優賞を獲得。俳優昇賢の磁力は数々の名将を引き寄せる。あの黒澤明もその一人だった。1980年公開の影武者、萩原の役どころは中台達也演じる武田信玄の跡継ぎだった。本人曰く俳優人生に開眼した一本。その現場は文字通り命がけだったという。影武者もすごかったですもんね。ああ半端じゃないですね。半端じゃないですね、萩原さんも相当崖っぷちみたいな男がでも役で、もうレシーバーで相当その助監督がもう落ちますと。熊本城の城壁みたいなところ。そうね、そうですよ。だからまあ落ちれば終わるなと思ったんですよ。だってここ落ちればだけどこのぐらいしかないと。そう本当にね、あ落ちたらば甲冑があるから少しは大丈夫かなっていうことも思ったし、もし甲冑と一緒に行ったら痛いだろうなっていうのも頭に、それぐらい危険だったことは確かに。そうですね、萩原さん勝頼だったじゃん。湖のところ馬でバーッと走るシーンとか、でも素晴らしくかっこいいですけど、ね、ああいうのはでも黒沢監督ならではの。いやね、あれは相当かかったんですよ日にち、なんで NG なんで OK 出ないのかなと思って、ただそのうちにね足さられたんですよ馬が。で馬ごと持ってかれたんですけど、あの水に海にね、で、すいませんでした、もう一度やってくださいって言ったらさ、馬大丈夫かって言うやん。馬大丈夫かって言われる。馬ごと持っていかれて。いや馬大丈夫かって腹立ったね。だからなんかウィリーするのを取りたかったらしいんだよね。馬が。うん。うわーって。そうそうそう。それむ難しいですよね。でそれはね、乗馬の馬はならないらしい。ああ。なったら困りますもんね。うん、それを待ってたんで、そういうふうにするにはなんかその調教をするらしい。ああ。だから絵面としてはかっこいいよね。かっこいいですよ。クククカーとかなんで。ね、絵面としてはフェラリーみたいな。そう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 。羽馬みたいな感じ。そうですからね。離れ駒みたいになるわけですから。それを待ってたらしいんですけど。それを待ってたとは言わないんですね。言わないんですよ。ああいったことを何本も期待に応えて仕事をした三船敏郎さんの評価が日本は少ないね。素晴らしいですけどね。素晴らしいよ。あの環境の中で耐え忍んで仕事をするっていうのは三船敏郎さんであり中谷さんっていうのはどうなってんのかと思うよ。そうですね。いやね、こういうポーツライトじゃないんですよ昔はね、でかいライトがそのなんていうかかつらを当ててるわけですよ、そうするとね私の前に中台さんがいるんですけど、緊張のあまりずっと我慢してるんですけどね、あっと思ったら中台さんの頭が燃えてる。本当に本当煙が立ってるわけ。すごいですね。焼けてあーって言ったらスタートって言われちゃったらそのまま出た。信玄の頭が燃えちゃったんだ。いやライトだよね。ああすごい。あんなことってあるんですね。暑かったろうと思うよ中谷さん。そうですよね。いや本当煙が出てんだ。